ここで、うん、番組から僕たち2人と視聴者の皆さんにお知らせがあるそうです。これ、ここで、これ重大発表ってやつだ。ここが重大発表？え、これなんでこんな、ここが重大発表だって、こんな感じで発表するやつなんだ。へえ、こちらです。心して聞こう。ドン4月の28日土曜日、4月の29日日曜日、幕張メッセでニコニコ超会議2018が開催されます、はい、その中で定番企画となった音楽フェス超音楽祭にニコ生クソ音楽王として大石正義加藤純一の出演が決定しました。よっしゃ、あとはよろしくお願いしますって書いてるんですけどね。なんだあとはよろしくお願いしますって。やった。これちょっと待ってください。僕、はい、あの一個聞きたいんですけど、はいはい、超音楽祭って、はい、あのイケてる歌ってる方たちがやってる何千人もの前で、あのやってるそうですよね。そう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 、去年の僕の映像とかもあると思うんですけど、はい、ちょっとね見てみましょうかね。ジャパリパーク歌ったやつがあったんですけど。あ、そう出てましたよね。そう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 、ジュンちゃん、ジュンちゃん、これに出ていただきますこれに出ていただきます。え、僕もじゃあみんな獣のように行くぞみたいなやばいや、それもおい、お前ら行くぞみたいなことやんなきゃいけないっすね。僕は盛り上げなきゃいけないからこれ何すんの、純ちゃんと。ちょっと何すんすか。僕普段新宿ロフトプラスワンでやってるけど大丈夫ですかね。キャパ100以上ちょっと背負えないんすけど。それ1000人2000人いるでしょ。キャパで言うとキャパ100で炎上してんだけど、これ大丈夫ですか。僕キャパで言うと100倍ぐらいマジかよ。いやでもすごいことですよこれね。でもあの出演を決めていただいた、もういやブッキングはもうドワンゴさんしていただいたので、はい、あとはもうお前らなんとかしろよっていう感じらしいです。なるほど。何しようかな。でもやっぱり音楽祭だからね、音楽ここでゲーム実況できないから。できないじゃないですか。やっぱなんか考えないとね。いやギターを、やっぱギターアコースティックギターを披露するのか、はい、それとももうそのドラゴンエネルギーでガツンとかますか。なるほど。いや、まああったよめっちゃまああったけど、でもやっぱせっかくだからギターはなんか、まあ、難しい曲はできないですけど。なるほどなるほど。そのやらし、ね、せっかくね一緒に出るってことはセッションさせていただけたら。そうねそうね、僕的にはいいかもね。すっげえ嬉しいですけどね。ツボやれとか言われてますけどそんな度胸ないわ俺みんな野球のツボとかできないでしょ。でもまあ準備できてるに越したことないですから。そう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 、もちろんギターの練習もさることながら、うん、ドラゴンエネルギーという楽曲を先に完成させといて。なるほど。ドワンゴさんに逆にプロモーションしましょうよ。あ、これどうすか、俺たちこういうステージングできますせみたいな。こういう曲、あのニコ生クソ音楽持ってますけどみたいないいじゃん。そうね、でみんなで僕たちを助けるつもりで、はい、この後あの先週までは2番の A メロまで作ってましたけども、ね、はい、2番の B メロこの後作っていって、はい、ちょっとドラゴンエネルギーにエネルギー注いでいきましょうですね、うん、命をかけていきましょう。よしよしよし、はい、音楽祭もね、うん、我々あの一足先にあの決定させていただいておりまして、でなんとそのニコネコ超会議の、うん、超音楽祭の出演者スポット動画が昨日発表されたんですけども、はい、もうそれがまた滑稽で面白い。え、俺まだ見てないんですよね。マジか、これ見てみましょう、はい、どうぞ、はい、こちらです。これおしゃれ、これおしゃれだよねだってもう本当アートの祭典だよね。ですよね、うん、あ、出た、第1弾出演者アーティスト発表、うん、これ2日間すっげーかっこいいね。おー、アルルカンですね、これもうあのビジュアル系の。あー、あ、アンダーバー、アンダーバーさん。おー、おー、かっこいい。あだす、あだす、すげーかっこいい。あ、これ毎年出てますよね、はい、ちょっと待ってよもっとあるだろう俺もこういうの作ってくれよ、なんか言えば撮ったのに俺だっていや、おもろいわ。超かっこいいじゃん、みんな。なんかあ、ボイメンだ、ボイメンもいますからね。いいな、なんかおしゃれに撮ってるな、みんな。あ、レイやる、アキバボーイ、これさぁ、この後最後にルート5ですね、うん、MC が星野さんですね、はい、これさぁ、純ちゃんさぁいや、いいと思うよ。ちょっと間違って入ってきちゃったそうそう、完全にあの MC だよね
当日のねえ、なんかその立ち位置的にはちょっとなんかスッてなんかでもね、あのちっちゃい三角のところに、はい、アーティスト加藤純一ってまあまあまあね、間違いじゃないですよ。なんかさ、うん、僕もあのこれ発表されてから思ったんですけど、はいはい、あ、これやばいでしょ何これ、いやもう見て見て、アーティスト加藤純一これやめてくれよ俺おいちょっと俺なんか言ったら撮ったのに、なんか俺もなんかこういうのとかいいじゃん、かっこいいよね。いやなんか俺もなんかこういうかっこいいもんとか撮れなかったっすよ。いやいやいや、でも